関係の福祉家族の両さん、はい、はい、からお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。両さんと言います。今日はですね、中規模案件のこなし方ということで、実務のウェブ制作でちょっと規模大きくなってきたけどどうやってこなしていこうかなというところでの体験談を交えて、こうやったら楽でしたということをですね、皆さんにお伝えできればと思っています。はい、トップページにちょっと QR コードを入れてみたんですけれど、本当は事前にですね、今日こんなことを喋るよとかっていうのを文字ベースでも分かってほしいなと思って、キータの記事に飛ばしたんですけど、まだそっちが全然できてないので後ほど宿題でお酒を飲んで書きますので、今日より懇親会などへ。はい、最近はすごいですね、 iOS11 からカメラ、標準のカメラで QR コード撮るともうサファリで飛べちゃうんですよね。QR コードアプリの人大変だなと思ってそんな感じになっています。はい、はい、自己紹介です。本名は神垣と言います。ネット上のハンドルネームは陽さんというので、もう長らくやってきています。いろいろあるんですけれども、今は福島県の方に住んでいます。ね、こっちの方で福島から来ましたって言ったら、ああ、大阪の人ですかって全然違うところです。東北の方ですね。はい、インフラとかプログラムでサーバーとかワードプレスなんですね。ワードプレスのサーバーとかプログラムとかそういうのをやってます。で、インフラ屋なんですけど、3月まで建設業に勤務しておりましてインフラ違いのインフラ屋さんもちょっとやってました。はい、結構ワードプレスとの関わりやワードベンチとの関わりは長くてですね、左上にいるワプーが富山県のワプーになってまして、ワードベンチ富山というのを開催しています。はい、この中にもし富山県の人がいましたら、ぜひ来てください。ワードベンチ富山、はい、です。他にもいろいろやってたり、ワードプレス関連ですね、ずっとやってます。ちなみにお仕事なんですけれども、インフラプログラムと言ったんですけど、私自身の今の業務というのは大体大きく2つのグループで仕事をさせてもらってまして、1つは、サーバー系の事業ということで、ワードプレスで重い、サーバーが重いよっていう時にですね、まあいろいろヘルプ入ったりっていうお仕事と、もう1つは普通のいわゆるウェブ制作の事業をやっています。どちらもですね、ワードプレスを使ったお仕事になっています。今日お話しするのはこっちのウェブ制作事業の方での中規模案件に当たった時のお話をしていきます。今日お伝えしたいこと、中規模案件のこなし方ということで、中規模案件とそれからですね、それを分業して複数人でこなす、まあ、その時のですね、こんなのが中規模案件ですよねというお話についてします。で、その中規模案件をうまくこなすためのツール群、こんなの便利なんですよ、よかったら使ってみてくださいねという紹介です。で、総括を先に言っちゃうんですけど、お互いを尊重して分業するみんなで良くしていきましょうねということについてお伝えをしたいです。今日4章立てで、まず中規模案件と小規模案件で、それから中規模案件でどんな問題が起こるかで、解決方法をまとめと進んでいきます。まずはですね、中規模案件の前に小規模案件と中規模案件ということで、小規模案件ってどんなものについて定義したいと思います。はい、よく見るデザインカンプとかワイヤーからちょっと上がったようなものかなと思うんですけど、こんな感じの、ウェブサイトを小規模案件かと思っています。制作事業者さんはね、多分見慣れてるというかよくある、カンプかなと思うんですけど、左上にロゴがあって、クリックしたらきっとホームに飛ん で上にグローバルナビが並んで、グローバル見てみたらホームがあって、こだわりがあって、お品書きがあって、店舗紹介があって、お知らせ、お問い合わせ、ご予約と、もうここまで見たら多分ワードプレスでだいぶ案件、やったよねってなってくると分かると思うんですけど、こだわり、お品書き、店舗紹介ぐらいは固定ページで作って、お知らせはカスタム投稿タイム作って、お問い合わせはコンタクトフォーム7か MWWP フォームか入れて、ご予約は予約系のプラグイン入れるか、予算ないねってなったらじゃあ問い合わせフォームで代用しましょうみたいな、それぐらいの案件ですよね。で、大体金額も多分パパッと頭に浮かんで、誰と誰とアサインしてみたいな
こんな感じで多分イメージつくかと思います。ですね、この場合なんですけど、メンバーをこう、まあ、そのアサインしてとか誰々さんにお願いして、社外の人、社外の人、よく使う人、まあ、そういう人たちですね、こんな感じで進むかなっていうと、今ぐらいの規模の、まあ、サイトだと、まあ、多くても3人かなと思っています。まずですね、お話持ってくるのディレクターさんがお話をまとめて持ってきてくれて、でデザイナーさんにちょっとデザイン上げて、ワイヤー上げて、で完封にして、で OK が出たよってなったら、じゃあコーダーさんお願いします。でコーダーさんが HTML 化していく、で HTML 化しつつ、もしくはすぐにですね、ワードプレスのテンプレートファイル化していく、で、まあ、完成へといくのかなと思っています。でさっきぐらいの規模だと、まあ、まだですね、僕たちみたいなエンジニア、プログラマーですね、サーバーサイドもフロントもまだちょっと入る規模でもないかなっていうところで、結構3人くらいで完結するチームが多いのかなと思っています。じゃあ中規模案件ってどんな感じっていうのがあるんですけれども、チームメンバーがですね、さっきは3人だったんですけれども、中規模になってくるとおおむね5人以上いるかなと思っています。で分業が一つ目安になるかと思っています。でこれはですね、実際に僕が関わった案件での例なんですけれども、こんな感じのサイトといいますかシステムを作りました。これですね、リクルートさんのサイトなんですけれども、サイトというかシステムなんですけど、外に公開してない内向きのシステムなんですけど、ですね、リクルートさんの方で障害者さんの、雇用支援をしていまして、就業支援してまして、実際にその中でいろんな作業をしてもらうんですね。在宅で作業してもらうんですね。でその時 の、 業務報告をウェブ上でできないかということで、このシステムが作られています。さっきと違ってですね、こうパッと見た感じ、ああなんかワードプレスかな、お知らせのところがこう日付があって、あってこうループになっているので、ああカスタム投稿タイプでいいかなぐらいまでいいんですけれども、これですね、メインの機能の右上のバナーのところにある体調報告書ですとか、業務報告書というところはですね、ちょっと入り組んでまして、入力フォームがこんな感じになってるんですね。あ、なんかいろいろちょっと入り組んでますね。見てみるとなんか区分ってあって、プルダウンでこう10個か20個くらいダーッと出てきて選ん で、 で時間入れで件数入れて、どうのこうのどうのこうのどうのこうのとこうやっていくと、その人が1日にどんな作業をしたかっていうのが入るんですね。パパッと見たらちょっとこれはめんどくさそうだなっていう案件になってます。でここで入力した内容も、ワードプレスの管理画面の方ではこんな感じですね、業務集計確認ということで、実際にそういうふうにですね、働いてくださった方の、業務がどれくらいの効率で行われているのかという集計を取ることができるんですね。で実際にこの期間を指定して、でどんな業務だったかっていうのを出すとですね、まあ、こんな感じで表で出てくると、これがドバーッと縦に何十人か30人分ぐらいこう出てくるっていう仕組みになってるんですね。でこれ CSV でもダウンロードできます。となってくるとやっぱりですね、もうさっきの3人組だとさすがにちょっと大変なんですね。プログラマーさん入れなきゃということで入るんですけど、プログラマーもやっぱこれなりの規模になってくると、ちょっとですね、データ構造をどうやって入れようかみたいな、でワードプレスにフィットさせるとなるとデータの取り扱いちょっと大変なんですね。で、実際にこれをこなした時のチームの構成なんですけれども、こんな感じです。ディレクターさんは変わらず、あ、ディレクターさん実は今日いるんですけどそういえばこの件の時の、ディレクターさん変わらずで、で、まあ、デザイナーさんが入ったりコーダーさんが入ったりのところのルートは一緒なんですけども、そこからコーダーさんが静的 HTML まで作ったら、今度プログラマー組にですね、あ、これでやったんで、あとシステム組み込んでっていうことで、まあ、プラグインの形とテーマの中の一部の形としてこうどんどん組み込んでいくんですね。でさっきの規模になってくると、もうさすがにプログラマーも一人では入りきれなくて、で、大体こう納期というのが決まってますので、2人でこう並行して進んでいくんですね。でシステム開発、結構肝になるのがテストなんですね。やっぱりですね、データ入力をちゃんと入れてもエラーが出る、バリデーションちゃんと通ってるかとか、そもそもデータ入れたけどこっちに反映されて集計には出てきて出てこないっていうのがあるので、そのテスターはですね、若きテスター君たちが3人ぐらいこれ入ってもらいました。大学生のすごい可愛い子です。男の子ですねはい、そうです、こんな感じです、こんな感じで入ってます。だから全員で 1,2,3,4,5,6,7,8 人入ってるんですね。なのでさっきの3人に比べたらだいぶ大きくなってます。こんな感じでやってます。
もうこれは僕の中で中規模案件かなと思っています。もう一つ、これ直近でやった案件なんですけれども、これタビリンというサイトになってまして、これもワードプレスなんです、自転車で全国いろんなところに行く旅が好きな自転車のユーザーさんのためにこう作ったサイトなんですけれども、多分写真はおそらく四国の四万十川っぽいですねいい写真ですよね。はい、でこの中なんですけど、コースというのがあって、コースがですね、さっきのトップページのところにこう211コースっていうのが 右上の方にあるかと思うんですけれども、このコースをカスタム投稿タイプとして登録してあって、それが211個投稿登録されているんですね。そのコースに対して検索機能があるんですね。で見てみると、そのコースに対してのレベルですとかエリアですとか、であとはそのコースの距離で、それからコースの獲得標高ということで、こう自転車乗りの方なんでどれぐらいアップダウンがあるのかということですね。それを検索することができる。でこの規模ぐらいをおそらく一度やられたことある方だったらあって思うと思うんですけど、多分ポストメタにめちゃめちゃ検索を引っ掛けてる、そういうやつになるんですね。でレベルだったらカスタムタクソロミでいいかなとか、エリアだってもこっちもカスタムタクソロミでいいかなとか、事実そういう形で内部実装してあります。で、こちらですね、そのコースのシングルなんですけれども、ギャラリー機能があって、これもカスタム、フィールドでやってます。カスタムフィールドのギャラリー機能でやってて、で距離が数字で入ってて、獲得標高も数字で入ってて、こんな感じですね。ちょっとシステムチックなウェブサイトになっています。でですね、このコースがあるんですけど、コース1つのコースには周辺のスポットというのがあって、そのスポットもカスタム投稿タイプで実装されているんですね。このスポットは1つのコースに対して10個ぐらいずつこういろんなトイレだったりお土産物屋さんだったりっていうのがつくので、今あるところでこう1400件ぐらい登録されています。でもこのやっぱ数になってくるとなかなか処理が大変なんですね。なのでこれもやはり最初のディレクターさん、デザイナーさん、コーダーさんだと大変なんですね。で特にこのスポットなんですけど、最初に CSV ではなかったこれのデータをこう入稿されまして、で、まあ、それがですねこんな感じで Excel のシートでドバーンときて、でこれをワードプレスに自動でドドーンと登録していく、まあ、こういうサイ仕組みが必要ということで、まあ、これをやるのはちょっとプログラマーが複数入ってやったということになりました。でこの時のですね、チームメンバーの構成こんな感じです。これはちょっとディレクターさん、また別の方でおられて、でディレクターさんが話まとめて、でデザイナーさんとコーダーさんがですね、ここ兼務するとコーダーさんすげえ怒るパターンかもしれないですけど、俺デザイナーじゃねえよみたいなことをですね、デザインできるでしょう、できるでしょう、いやできないですっていう、こうやり取りがあったところなんですけど、頑張ってもらって、でそれがこうプログラム組に流れてきて、で2人でやって、またテスター同じ3人組にこうやってもらう、そういう感じでこなしました。でこれが僕は中規模かなと思って、で小規模と中規模の違いなんですけれども、ですね、小規模というのはさっき見た通りの上のところにあったディレクターさん、デザイナーさん、コーダーさんっていうのは職種が被ってないかなと思うんですね。でまた全体で見ておおむね5人以下、それに対して中規模というのは同じ職種が複数人いる、プログラマーが2人いる、テスターが3人いる、被ってる状態ですね。で全体で5人以上いる、これが中規模だ僕は考えています。ね、で小規模案件というのはですね、別の職種をちゃんとそれぞれ用意して、それぞれアサインしてもらう、社内なのかチームなのか外注さんなのかで、いろんな職種の人が入ってきてますよ ね, ですね。で中規模案件になってくると分業が発生してきます。で特に同じ業種で分業が発生する、これが中規模案件ということです。でこの分業なんですけれども、僕勝手に名称をつけまして、それがですね、垂直分業と水平分業というふうになっています。先ほどの例ですと、ディレクターさん、デザイナーさん、コーダーさんがいた場合にはこれメンバーが違うんですね、職種が違うんですね。この場合の分業っていうのは、垂直分業だと。縦に、最初にこう仕様が流れてきて、デザイナーさんがカンプを上げて、でそれを HTML にする、これに縦に流れていく。に対してプログラマーの数が足りないよねとなると、これは横に、この機能を一緒に実装しよう、この機能をこことここを分担して実装しよう、これを水平分業というふうに呼んでいます。でこの先ほどのその垂直分業と水平分業で、水平分業が発生した場合には
もうこれは中規模案件になってきます。で、小規模案件をいくつかこなすと、この水平分業が発生する規模の案件の話が来てですね、あ、いけるんじゃないかな、これ2人入れといたらとりあえずいけるんじゃないかなと思うんですけど、これがですね、2人入れたからといって2倍の速度にはならず大変な目に遭うんですよね。まあ、会ってきたわけなんですね。なので、そこの時のですね、その、じゃあこれ2倍の人月かかるかなと思ってたのに、それ以上がかかっちゃったという時の、お話をしています。ということで、中規模案件の問題です。先ほどあったその水平分業、垂直分業で、垂直でしか分業してない場合っていうのは、お互いの領域が異なりますので、やるべきタスクがはっきりしてるんですね。デザイナーさんは基本デザインやって、完封出したら終わりなんです。なので衝突しません。で、みんな結構割と3人平和にお互い、いや、あのデザイナーさんすごいよと、いや、あのコーダーさんすげえ早いし、ミスもないし、スマホもバッチリみたいな、そういうふうにお互い割と尊重できるんですね。で、それに対して水平分業を行うとですね、お互いこう領域が重複しているので、あのコードレベルでですね、あの人もできるけどこの人もできる、でもなんかお互い問題が解決してるけど解決の仕方が違うってことになるんですね。で、そういうことをやっていくと、この人もやってるし、この人がやってることは全部俺も分かるみたいな領域が出てくると、バグが出た時にですね、このバグって誰が出したので、このバグってどこが原因なのっていうのが見えちゃうんですね、全て。で、プログラマーとかですね、複数に集まって、さあバグが出ましたってお客さんからチャットで報告が入って、さあこのバグは誰がやったのってことになっちゃうんですね、バグの原因を追及すると。ということで、バグの責任を追及し始めて、このバグ埋めたの誰やねんっていうことになっちゃうんですね。で、Git には恐ろしいコマンドがありまして、Git blame というのがあるんですね。はい、blame っていうことで、あの行ごとにこう誰がここの行をやったっていうのは全部分かっちゃうんですね。ということで、バグ埋めたの誰やねんがですね、チャットで〇〇さんここがバグっぽいですみたいなのがこう来て、あ、すいませんでしたってなるんですね。またですね、もうちょっとソフトな、ところでは、ある場所がバグを実際に埋めて、でそれを他の人が見えちゃうから、あの水平分業は大変っていうのもあるんですけれども、それ以外にもですね、コードレベルで衝突よく起こります。特に、今日あのコーダーさんからすごく面白い話がたくさん聞けるんですけれども、あの CSS がうち崩壊してるんですと崩壊って言うんだみたいな感じで、聞くんですけども、なんかですね、見てみると、あのコーダーさんがですね、あのフェーズ2から入ったコーダーさんがインポータントを連発してあーみたいなCSS 書く順序があるんですよとか、そんなの全無視でとりあえずインポート書いてみたいな感じだったりですとか、まあ、あと人の CSS がね、ですね、割り込んできてベースのところですごいいっぱいたくさん定義してあるので、ブラウザのデフォルトかなと思ったらそうじゃなくてもうガチガチになってるとかですね、あとコーディング規約を守らなくて、あのまあ、命名規則がむちゃくちゃで、例えば日本語のがあのこうでかい肉の写真があったとしたら、そのクラスに大きいお肉ってついたりして、肉ミートってつけてみたいな、まあ、どっちも分かんないと思うんですけどそういうのがあったりする。あとですね、 PHP とかだったら、まあ、スペースを守らないとか中括弧をつけないとか、まあ、そういったことをですね、やってるのはすごくやっぱ同じ水平分業をしてると目につくんですね。自分が分かるところだから目について、まあ、そこがこうなかなか衝突してしまうっていうところになってるかなと。で、まあ、こういうのですね、まあ、見つけてしまうわけなんです。その水平分業してると、やっぱ自分がそこが逃げちゃうので、見つけてしまうので、こうインポータントインポータントインポータントとされると、こう後から入ったですね、こう模型貸すとかですね、ツイッターでなんかつぶやいてるのを見つけたりして直接は言われないんですけどね、こうプログラマーとかもですね、このコード書いたの誰だよみたいなのをコードと一緒に貼られると。あ、でも実際はないんですよその話と。とかですね、なったりします。今のコードレベルだったんですけど、もうちょっとですね、タスクの単位で見ても、じゃあタスク切ってこう割って振ってみたいなことをやってみたときに、例えば問い合わせフォームの修正入れてねっていう案件、あのタスクがあったときに、こっちは問い合わせフォームの項目をこう日本語から英語に変えてねみたいなのがあったりしたんですけど、もう一つの方では CSV で吐き出すときの形式変えてねだったりして、これを2人に割り振ったときに、あのなんか問い合わせフォームで同じとこを編集したので、お互いこうブランチをこう Git でブランチ切ってマージしてもらうんですけど、マージが全然うまくいかないですっていう報告が来たんですね。で、それ僕がこうプロジェクトマネージャーとしてこうプログラマーにお願いしてるんですけれども、全然そのマージうまくいかないので、お二人がですね、だんだん怒り始めてですね、PL 何してんねんって言われるとですね、ちなみにこれ二人とも学生なんですけれども、学生にすげえどやされてますね
ということで現場が炎上しちゃいますねということですね。で、この炎上なんですけども、垂直分業の時にはほとんど衝突をしないです。なんですけど水平分業をすると効率が下がって炎上しちゃいます。それはやっぱお互いの行動が見えちゃうからですね。で、1人と1人を足せばこれ2人で乗り切れるんじゃない、半分の納期になるんじゃないかな、それは全然そんなことなくて、2人にはならない、 1.5 人とかぐらいしかカウントできないですよっていうことだったりします。ということでそういうところですね、乗り越えていく、じゃあその問題を解決していく中期案件をじゃあどうこなしていくか、どうやって解決していったかについてお話ししていきます。先ほどの例なんですけれども、そのインポータントがめちゃめちゃたくさんついているようですとか、あとはですね、その PHP のコードだったら中括弧が欲しいところに中括弧がついてなかったり、スペースが欲しいところにスペースがなかったりってことがあるんですね。でこういうのはですね、もうコーディングにルールを設けることが重要です。ここはですね、硬いものをどんどんやっていくことでコード規約をまず揃えるんですね。そうすることでかなり改善されます。具体的にはインポート禁止です危ないので、あとですね、命名規則を作ることも重要です。社内で、命名規則のガイドライン、特に CSS の場合ですとハイフンの置く位置ですとかアンダーバーの置く位置ですとか単語の区切り方ですとか、で単語もですね、基本は英語でいきましょうって言った時にこのサイトで調べてねというふうにしておくと、みんなのですね、用語がですね、肉の時にミートなのかビーフなのかっていうのがこう揺らがなくて済むので、そういうところも統一しておくと良いです。で、CSS についてはコーディング規約が BEM というものがありますので、そういうふうに公に定義されたコーディング規約を導入するのが良いです。もう少しですね、こうがっちりしたものではないんですけれども、ソフトなコーディング規約の導入ということで、教科書的な書籍をですね、現場プロジェクトが始まる前に購入してみんなで通し読み、合わせ読みをしておくことはすごく重要かと思っています。僕ちなみにすごい一押しの書籍がありまして、 BW コードという青いちっちゃい本なんですけど、100ページ140ページぐらいしかない薄い本なんですけれども、非常に中身が良くてですね、こう BW コードを最初の例えば案件が始まるときに3時間でみんなで一緒に合わせ読みしよう、一緒に時間を取って合わせ読みをしようっていうふうに合わせ読みをしておくと、このコーディング規約ここはどうやって書いたらいいかなっていうときに、あ、BW コードのあのページにあったここのルールに沿って解決できるんじゃないってことができたのですごく良かったですね。そういうのがすごくおすすめです。で、僕結構コーディング規約はですね、世の中を平和にできるツールだと思ってまして、コーディング規約すごくおすすめしています。で、ワードプレスなんですけれども、ワードプレスはワードプレスでコーディング規約というものが定められてまして、全部で4種類ほど、定めています。HTML や CSS の書き方、 JavaScript の書き方、PHP の書き方、あと一つ合わせてしまいましたが、全部ですね、ウィキに載ってますので、ぜひよかったら一度見てみてください。またですね、このコーディング規約なんですけれども、開発ツール、エディターの方にですね、入れることも可能でして、これは一番僕、今すごく人に不況している開発ツールなんですけれども、PHP Storm、ジェットブレイン系の、エディター IE になってまして、そこのところのですね、コードスタイルというところから、ちょっと分かりにくいんですけど、コードスタイル PHP からセットフロム、プリディファインドスタイルで見ると中にワードプレスが入っているという感じで、ワードプレスはですね、おそらく他のエディターでも大体できると思うので、こういうところを頑張って設定しておくと、もう自動でコーディング規約に準拠したものが出してくれます。あとはですね、こちらもワードプレスやってるとおなじみのテンプレート階層というのがありまして、これもですね、ぜひもしワードプレス入って、ワードプレスの案件初めてだよっていう人が入るときには、一旦見てもらってですね、こういうファイル名をつけるとこういう機能があるんだよというのをぜひ、共有しておくといいなと思います。たまにあるのがですね、カスタム投稿タイプがこう4つか5つこう使われているようなサイトを作るときにですね、あ、じゃあ高田さんお願いしますって言ってテンプレートファイルが最初に納品されるんですけど、全部固定ページで実装されているとかないですか、ページハイフンアーティクルみたいな感じで、あれこれよく見たら全部固定ページじゃないですかみたいなので、あそれアーカイブハイフンで作ってくださいとかっていうと、なんかこうまた険悪なムードになるので、こうこっそり直すっていうのをやってます。
ですね、そこまではコーディング規約ですとか、こういうのにのっとってということで、ちょっとハードな解決だったんですけど、もうちょっとですね、人間的な解決っていうのもすごく重要視しています。やはりですね、水平分岐をしてしまうと、A さんと B さんが同じことができちゃうんですよね。でも時間の都合とか、レベルの都合とか専門分野の違いとかで今はタスクを割りくると思うんですけれども、そういう時にですね、 A さんと B さんで A さんができなかった時に B さんがそこを補って会える、補い合える、そういうチーム作りをすごく意識しています。で、僕が好きな言葉なんですけれども、バグを憎んで人を憎ます、ということで、バグがもし出てきても、そのバグが悪かったのであって、誰が埋めたから誰々が悪いっていうのだけは絶対に言わないように、というふうに、徹底しております。ですね、Git Blame というですね、この行は誰がやったのかということで責任を持つ、コマンドだったんですけれども、これ最近確か名称が改められまして、Blame の箇所は全部アノテートということで、そこを調べるだけですよっていうことにこう名前が変わったらしくて、意識改革も進んでるなと思っています。ね、フレームって危ないですよね、怖いですよね。で、なのでバグを埋め込んだ、なぜこのバグが入っちゃったとか、前後のこう文脈見ると、ああこれだからこのバグが入ったよねっていうところは言うんですけども、その人がですね、ね、これ何回目とかですね、これで月間、ね、3回目のバグですよね、4回目のバグですよね、みたいなことは、そういうことは絶対やらないようにということを思っています。で、特に、上の人から下の人っていうのはすごい強力なので、僕みたいにこうプロマネの立場とかから学生くんとかにやってもらったり、スタッフの子にやってもらうと、僕が強く攻めるとすごく何倍にも強くなっちゃうので、下から上に攻められるのはいいんですけど、上から下には絶対攻めないっていうのを心がけてます。で、ハードな方の解決なんですけど、ソフト面だけじゃなくてハードの方は、さっきあったコーディング規約導入してみましょうですとか、であとはですね、ハードの方の解決の一つとして、環境が再現できないっていうことがあるので、そういったところのツールを使って、みんなの環境でそれぞれこうで、バグが起きた時に早めに発見する環境作りというのを作っていく、環境整備を行って中級案件の、こなしていくことに取り組んでいます。で、自動テスト環境の導入というところで、ワードプレスですとテストの、動くフレームワークがあるので、そういったものを導入しています。で、みんなの環境で同じように動くことの導入ってなんですけども、これをですね、最近はちょっと難しい言い方で適当性というキーワードで、が使われています。さっきあったその A さんと B さんと同じ環境で同じコードが同じように動くということを再現できますよねっていうですね。で、この適当性を確保するためにどんなものがあるかっていうと、なんか最近ね、なんかエンジニアさんがよく言ってるようなキーワードで Docker というものがあるんですね。で、この Docker を導入すれば、大体、間違いを恐れて言うと、恐れずにじゃないですね、恐れながら言うと Docker 入れとけば大体 OK な感じ。あとは最近流行るのベイグラントですね。ベイグラントも多分大丈夫です。はい、ワードプレスの場合はちょっといろいろあってですね、めんどくさくて、管理画面からポチポチやったやつが反映されないので、要はデータベース側がですね、こう各それぞれで違うので、ちょっとその辺を確保するのは大変なんですけれども、だいたいどっかいるというか OK です。はい。で、開発環境なんですけれども、皆さんこうどんな開発環境でされてますかって言うんですけれど、じゃあある案件走ります、じゃあ1ヶ月後納品ですってなって、あ、ドメイン新しいですか、ドメイン新しいですね、じゃあっていうことで、じゃあとりあえずサクラのレンタル書いて、あ、いいですねみたいな、 AWS ですかね、 AWS の方ですね、 AWS 書いてAWS で、あ、じゃあドメイン割り振って、あ、じゃあ、ECみたいな、じゃあここ本番サーバーにします、まだドメイン出てないので、じゃあそこで開発しましょうとかって言って本番サーバーでね、開発する場合もあるかなと思います。これはいいかなと思うんですけど、新規案件の場合だといいんですけども、修正案件もですね、お客さんがですね、開発環境嫌がられて、いや本番でやってよみたいな、確認大変だからっていうことで、動いてるドメインなのにすげえエラーバンバン出てるけど大丈夫かなみたいなことの開発もあるかなと思います。であとですね、開発サーバー専用に用意して、外部のリモート側で開発サーバーを送ることもあるかなと。あとはですね、ローカル環境ということで、ここはですね、一番押していきたいんですけれども、皆さんの中ですと Mac が多いと思うので、Mac だと Map、Windows だと Xamp、それからさっき出てたベイグラント、特に WordPress ですと VCCW とか多いのかなと思っています。
そしてまあ最近出てきたのが一番後発になるんですけど、ドッカーかな。ドッカーでの開発環境がいいかなと思っています。でそれぞれにそれぞれ特徴があるんですけれども、そのまあさっき間違いを恐れて言っちゃったので多分間違えてるんですけど、多分ベイグラントが個別に案件ごとに立てたベイグラントは適当性があります。でドッカーも適当性があります。開発サーバー、本番サーバーはほぼ適当性はないんです。でドッカーは導入ちょっと大変なんですけれども、ぜひともですねこの適当性があって難易度はちょっと高いんですけども、ドッカー楽しいのでぜひドッカーを皆さん入れてみてください。文字がだんだん多くなってきてあれですね。でドッカーを導入するときの注意点なんですけれども、さっきあったその水平分業、垂直分業で全部が全部ドッカー入れてくださいねとは、言わないんですけれども、ぜひですね水平分業が発生した場合にはドッカー入れてみようかなということを意識してみてください。で特に水平分業が発生するときっていうのはエンジニアさんがジョインしている案件多いかなと思います。エンジニアさんがですねそのあたりをリードして、特にですねサーバーサイドエンジニアの人が入るとドッカーと相性がいいの でそういう人にですね引っ張ってもらって、でじゃあ全体にドッカーを広めていこうねみたいなことを意識するといいかな。ここはエンジニアの立場なので、そういう時にはもう率先してディレクターさんとかの環境に、入れて、ぜひとも一緒に動かしていきましょうということでやっていきます、ね。で垂直分業の場合には別にそこまでこだわらなくてよくて、デザイナーさんのところにもですね、読解で絶対環境再現できるとかやってるとデザイナーさん怒るので、はい、そこまで そういうところをこだわると厳しいかなと思っています。で、ドッカーを入れるとですね、何がいいのかっていうところがあるんですけれど、その水平分業が発生する中規模案件になってくると、コーディング規約守ってないとか PHP の構文にエラーがあるですとか、そういったところをですね自動でテストするツールがあるんですね。で一番有名なやつだと今は拮抗してるんですけども、 TravisCI と SampleCI、 これは世の中にあるんですね。で皆さんのウェブ開発やってる場合ですと、プライベートリポジトリが作れちゃう SampleCI が一番おすすめかと思っています。で今 Docker サポートしてますので、要はエンジニアさんの環境で動くよっていうものが、そのまま SampleCI で動きますので、データベースさえなんとかしてしまえば SampleCI でそのテスト環境が動いちゃう、適当性がこううまく活かせる環境かと思っています。先ほどあった開発環境なんですけれども、その本番サーバーとか開発サーバーのリモート系の開発と、まあ、ローカル環境を立ててやる開発の中でも、まあ、この Docker をですね使ってる人たちをですね、この Docker のイメージをそのまま SampleCI に上げれちゃうので、まあ、そのまま使えるのですごく便利です。で SampleCI ですね、じゃあ気軽に始めてみようと思われるかもしれないんですけれども、ちょっとやっぱりこっちも敷居が高くてですね、ふんわりと触りだけをお伝えします。伝わらないですね、あんまり。管理画面はですね、Git とほぼほぼ連動させるような形でして、 Git のコミットですね、変更点をこう完了させたタイミングで SampleCI 側でそのコードが正しいかというチェックが始めます。もちろん上の方のスクリーンショットにある通り、まあ、誰々さんがこんなコミットをしましたというところで、テストが通ったのか失敗したのかということが結果で書いてという仕組みになっています。これが自動のテストのツールです。で、SampleCI はですね、SampleCI はですね、やはりこうちょっと Docker が絶対必須だったりするのでちょっと大変なんですね。で、もうちょっとですね簡単なテストがないかなというところで、ローカル環境でももちろん Docker と組み合わせるとすごくいい、ものなんですけれども、そういうテストツールについてお話ししたいと思います。 WordPress スペーステストで検索すると、結構最近だと上位に来るのかなっていうものが BIHAT というテストツールがあります。BIHAT はですね、ビヘビアドリブンテスト、ビヘビア駆動開発のために、作られたテストツールでして、 PHP 上で動くんですね。今までその PHP で動くテストツール少なかったんですけど、右側にある通り見てもらうとですね、英語なのであれなんですけど、フィーチャー、業務報告、一覧、カレンダーで、シナリオでアクセスしてカレンダーを表示する、あとに given ログイン、when I am report list、 then IC カレンダー、カレントマンスみたいなことでちょっと英語っぽく書いてあるんですね。でこういうのが割と日本語、自然言語っぽく書けるので誰でも書けるっていうことが売りのツールなんですね。
まだこのシナリオごとにスクリーンショットを撮ることが可能ですので、これはすごくいいです。僕テストの時にはスクリーンショットをすごくお勧めしてまして、やはりですね、百聞は一見にしかずということで、どんなところにバグがあるのかというのをすぐにみんなが知ることができるのでいいかなと思います。で、ビハットなんですけど、誰でも書けるというのが売りなので、先ほどあったメンバー表にあるディレクターさん、まあ、デザイナーさん、コーダーさんで、エンジニア、テスターとあって、僕たちエンジニアなので、まあ、書けるんですけれども、できればですね、テストは別のところに書いてほしい。特にディレクターさんとテスター君に書いてほしいんですね。で、お願いします、書いてくださいって言うんですけども、ディレクターさんとテスターさんにお願いすると、こんなの無理って言われるんですよね。ということで、ビハットはなかなかこれもこれで難しく、まあ、エンジニアがですね、積極的に介入して、フォローしてあげることが必要。で、これがですね、あまりにも難しいので、先日ですね、ちょっとしたテストツールを作りまして、時間があれなんですけども、軽く流してみたいと思います。ビハットは先ほどシナリオというもので、こう英語っぽく書いてたんですけれども、こちらはですね、さらにもうちょっと進んで、ディレクターさんに使ってもらえるということで、Excel でテストシナリオを書けるんです。左側にですね、テストをしたい URL を書きまして、で、どんな項目をテストしたいか、チェックしたいのか、値を入力したいのがインプットで、セレクターがですね、CSS のセレクターですね、ドットパブリックとか、シャープ ID とかを書いて、入力すると。で、この Excel の表をですね、こんな感じで、Web っぽい画面に Google スプレッドシートのところに入れると。そうすると、これでポチッとなおすと、後ろの方で、サーバーサイトでですね、実際にその URL にアクセスをして、セレクターに値を入れて、で、結果が返ってきて、で、スクリーンショットが来る。めっちゃ便利っていうツールなんです。で、これ作ったんですけども、あんま OK なかったです。これめちゃめちゃ広めていきたいんですけどね。そんなツールでした。40代の男性でエンジニア出身じゃない方に、もう絶対使ってもらったら幸せになると思ったんですけど、あんまり受け合いが良くなかった。まあ、でもですね、これ広めていきたいなと思っているので、どこかで一緒に作ってやってもいいよという方がいられ来られましたら、お声掛けください。特にですね、バージョンアップですね、ソフトウェアのバージョンアップの時にすごく良いです。ということで、最後にまとめです。今日ですね、まず小規模と中規模についてという話と、水平分業、垂直分業という話をしました。水平分業が発生すると、もうそれは中規模案件ですよ。で、中規模案件になると、今までなかったような衝突が起こる。特に同じ業種の人がですね、同じようにこう見ることができますので、そこのところで衝突が発生します。で、そこについては、ハード面とソフト面の両方から解決していく取り組みが必要です。僕は僕自身はですね、今ウェブ系のプロジェクトマネージャーの立ち位置で動いてまして、まあ、プログラマー出身、エンジニア出身の、プロジェクトマネージャーということでですね、まあ、心がけていることは、より雰囲気作りですね、下から上にものが言えるっていうことと、あとはですね、ハードの解決するので、例えばドッカーの導入支援ですとか、例えばコーディング規約の導入支援ですとか、例えばさっき言ったようなディレクターさんに使ってもらいたい自動のスクリーンショット最終ツールですとか、そういったものをですね、こう提供していくということをやっています。そうですね、CI の設定周り、サークル CI はちょっと設定が大変なので、エンジニアが率先してやっていけるといいかなと思います。で、タスクの割り振りについてもですね、これは誰々さんがこれが得意だなとか、これとこれを同時に割り振ったらこう衝突するなとか、そういったところに気をつけて、ディレクターの方などは手元に行います。というところで、皆さんもこの僕の経験が一つの何かの役に立って、皆さんの中規模案件をこなしていけると良いかなと思っているところです。ということで、ご清聴ありがとうございました。
10名以下の時にテストを やるのはディレクター主導がいいのか、それも現場側のプログラマー主導かというところですね。そうですね、ディレクターさんの理解度とか、まあ、立ち位置によるかなと思います。結構ですね、エンジニア界隈出身からディレクターになられた方だったら、わりかしディレクターさん主導がいいかなと思いますけれども、そうではない方、特にデザイナー出身のディレクターさんですとか、いきなりディレクターさんになってディレクターさんのみという方ですと、やっぱテストと言われてもなかなか多分イメージしにくいと思いますので、その場合には現場主義、プログラマーが主導する。そうでない場合には、ちゃんとなんか経験がある場合にはディレクターさんが主導するという変則的な形がいいかなと思います。という形で、よかったでしょうか。です。